明後日千歳市にオープンするのは、コンテナ型の無人宿泊施設、JR モバイルイン千歳です。移動が可能なコンテナ型の建物を使っていて、室内には風呂やトイレに加え、キッチンや洗濯機もあり、長期滞在することができます。チェックインなどは機械を使って行うため、施設に常駐するスタッフはいません。ラピダスの半導体工場の建設地からはおよそ5キロの場所にあり、 建築・建設工事による需要を見込んでいるということです工場の建設というところを主な需要と考えておりますので、シングルルーム20室をご用意してております今後もさらに拡大を考えいいきたいと思っております。